岡山県宇野駅。あ、いい天気、さすが晴れの国、ね、岡山。すごいね。建物の規模がでかいね。ようこそ宇野港フェリー乗り場に到着です。直島ってあの見えてるやつ。そうだよ、近いね。あ、それは嘘かもしれない。あ、嘘かな。すごいな。わお、迫力満載。はい、これ船内すごいね。ついに直島到着です。これから楽しんでくるでー。おー、すごい赤かぼちゃ。うん、でかいね、やっぱ近くで見るか。うん、すごいすごいね。おー、ライトアップ。お、すごいすごいね。知らなかったね。うん、結構広いね。すごいね、これは。どういう、何の形なのかな、これ。アートだからね、概念がないんですよ。そうか、正解はありません。そうそうそう、自分たちで感じろと。そう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 。港の近くの神社にまずは到着。住吉神社じゃん。この自転車もさ、あ、かわいいね。かぼちゃ仕様だね。本当だ。でもそのかわいらしいやつだと多分ヒーヒーしちゃうから、変速機付きだから普通のやつかもしれない。はい、ネックマウントモードに変わりました。これで直島の道の風景をかなり案内できるんじゃないかななんて思うんですけど、港からは上り坂をどんどん登っていくような島構造といいますか、島設計といいますか、まあそんな感じです。なんか地図だと港付近は栄えてるみたいな表示してたけど、離れていけば行くほどなんかピンクのあれ、あ、これか。うわ、すごい。外見行きたくなる。そう、きっと入ったかも。それを望んでね。すごい。全部じゃなくてもいいんだけど、あ、うん、やっぱりそうだ、歯医者もさ、家がかっこよかったじゃん、アートだったじゃん、はいはい、っていうようなアートバージョンの5階所と銀座と、あ、アイブって書いてあるね。なるほど、見ましょう。そういうノリなの。鳩間島で見た以来ね。いいね、直島でもこういうことしてるっていいね、うん、ここでもクローズってなってる。おお、わ、すごい。にゃお島って書いてある。あ、キャットカフェなのね。イエプロです。イエプロ神社。嫌だな。イエプロ神社。お黙ってもらって失礼します。神社には駐車スペースありませんので。あ、これっていうかあれだね、自転車で行けないね、もともと。これがイエプロジェクトの神社なのかな。うん、うん、あ、でもなんか おしゃれ感があるね。そうだね、すごい。お賽銭から、お賽銭から離れてるね。へえ、面白い。え、どういうことこれ。透明な石ってことなのか、これ。なんですかね。さあ、この道は一体何につながっているのでしょうか。高原城だって。あ、城跡ってこと。そうだね。へえ、すごいね。うん、おお、すごい。反対側こうなってんだね。プライベートビーチみたいじゃん、そことか。まさにその通りだから、一般客立ち入り禁止エリアなんじゃないかしら。え、あ、ここ禁止エリアなの。うん、ここは禁止じゃないよ。あそこがってこと。そう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 。あ、なるほどね、うん、はい、ということで今回は直島のハウスプロジェクトを含む、なんでそれだけ英語した。家プロジェクトなのに。
まあ、ハウスプロジェクトが、こうやってね、楽しんでるわけですけど、まだ楽しんでるわけですけどって、まだ1箇所しか行ってないけど、あと12箇所ぐらいある。12箇所、うん、全部割れるのか。あ、でも距離感は短いよ。おう、まあそんな感じです。直島いろんなとこ案内したいんです。ポンポコ行ってきます。行ってきます。空き缶アート。うん。すごいね、これ。ね。凝ってるね。なんかもうこういうところを歩いていくっていうのがあんまり環境的にないから。新鮮だよね。ね。わーいわーい。はい。こっちはメインの港じゃないからね。うん。こんな感じの穏やかな感じ。ん？こっちは使われてない？うん、使われてる。1日に2便ぐらい。透明感がすごいな、やっぱり離島だから。ね。海きれい。あ、めっちゃきれいだな。あとは特にそうだね。え、ここ駐輪場なの？ Wi-Fi が効いてるよ。すごい駐輪場だね。Wi-Fi が効いてる駐輪場って。ああ、待合室ってことね。なるほど。おお。すごい。フリー Wi-Fi もあるから待ってる間に通信できるよ。これは便利だね。やっぱりフリーランスやってるとこれは大事ですな。すごい、このプライベートビーチ感。下に降りられたので来てみたんですけど、すごいやっぱり綺麗。おお、うわっ、あ、ね、おお、しかし超透明感すげえわ。で、島に囲まれてるから波が穏やかだね。おぉおぉ、冷たくて気持ちいい。おぉ、本当にカメラ越しで見ると見やすいね。カメラ越しに死に見ないと。なんて書いてあるかわかんない。ね、おぉ、急に登りになってきたね。でもまだなんですよ。これは序盤であるぐらいの坂ということですね。離島がたくさん見える五反寺海水浴場に来てみました。すごっ、マジマジで海。あ、はい。あれ、黄色いかぼちゃがあったのこの辺のはずだったんだけど。嘘、もうちょっと先かな。島に囲まれてるのにすごいね。波づくし、冬でもなんかいいね。穏やかというか、うん、この島がね、先にいろいろ見えるっていうのは多分四国のね特徴だと思うんで、特に四国かな。まああんまりね、島がこうやって点々と見えるような場所ってないと思うんで、こういうところを見るのもね、直島のいいポイントの一つだと思います。ここは茶色いかぼちゃの、なんかインスタで、ね、大人気だったかぼちゃがあったんですけど、今ちょっと台風の影響でね、飛ばされて以来なのかわかんないですけど、今ないっす。残念だけどしょうがない。海の横の公園なのかあれなんですけど、この道もなかなかいいっすね。海沿いとは思えない感じ。カエルと猫って書いてあるね。本当？下がカエルかな？かな？すごいヤシの木。すごい。すごいね。うん、これラクダだそうです。キリンかと思ったけど。ラクダ。あ、椅子になってんだ。そうそうそう。すごいビーチが貸し切り状態。本当だね。さっきまで2組ぐらいいらっしゃった。
たんだけど、平日の直島っていうのはすごいね、うん、巡りやすいね。贅沢。これは恵比寿神社だったということで、今後の金運アップに備えたいと思います。ストトロのバス停が出てきた。ここは本当に止まんのかな。あ、猫バスの停留所。ここ本当にバスのとこなんだね。予約必須とはなかなかな重要ポイントじゃないですか。外ヶ浜オリーブパーク、直島浮き玉カエムカエル。リポートベタか。いやいいね、うん、この感じ。遠くに瀬戸内海も見えるじゃん。いやもうね、ゴールのような場所だからゆっくり行きましょう。あ、本当だ、すごー、帰ってきたね。銭湯アイラブユー入ってみます。よかった。とってもいいお湯だしね、うん、あのお店の人たちの雰囲気がすごくいいんだ、ね、うん、なんか夕暮れ時に湯がなんか映えてていいね。あ、湯ですね。え、知らなかったんだ、うん、ちょっと気づかなかった。最後の最後に夕焼けと一緒に撮って帰っていきたいと思います。はい、もう大迫力すぎて光量すごくて眩しいぐらいだもんね。うん、すごいすごい。はい、こちらが小木島のアート。すごい、本当にすごい。これあそこならね、港の近くだからね。